下記は南アメリカの主権国家及び俗領の一覧である。完全に承認された国家と南アメリカの国、または南アメリカ以外の国の俗領の両方を掲載している。南アメリカには12の主権国家と3の俗領がある。南アメリカは西は太平洋、東及び北は大西洋に接している。北西には北、アメリカやカリブ海がある。 南アメリカのおおよその面積は1784万平方メートルで地球表面の約3.5%を占める。ザ・ワールド・ファクトブックによる人口予測によれば2008年現在の人口は3億8千万人以上である。面積はアジアアフリカ、北、アメリカに次いで4番目。人口はアジアアフリカヨーロッパ、北、アメリカに次いで5番目である。 北アメリカと南アメリカの境界線は不定であり、パナマ地境のあたりであるが、パナマは北アメリカの一部とみなされている。主権国家は国益を決定をする国民による効果的な主権との政治関係である。モンテビデオ条約によれば、国家には永久的住民、明確な領域、政府、外交能力がなければならない以下の国家はすべて国際連盟加盟国であり、 南米諸国連合加盟国である。ありがとうございます。